紹介試験を始める前に、音を聞いてください。まだ問題用紙を開けないでください。音がよく聞こえないときは、手を挙げてください。天気がいいから散歩しましょう。天気がいいから散歩しましょう。 天気がいいから散歩しましょう日本語能力試験 N 3これから N 3の「懲戒試験」を始めますメモを取ってもいいです 問題用紙を開けてください。問題用紙のページがないときは手を挙げてください。問題がよく見えないときも手を挙げてください。いつでもいいです。問題1 問題1では、まず、質問を聞いてください。それから、話を聞いて、問題用紙の1から4の中から、最も良いものを一つ選んでください。では、始めます。 一番大学で男の学生と女の学生が話しています女の学生は国際交流会で何をしますか鈴木さん今度の国際交流会で僕たちのクラブはみんなが知っている曲を演奏しようって決まったよね僕たちが演奏して参加者みんなに歌ってもらおうってはい鈴木さん ピアノやってたんだよ、ね、ええ子供の頃習ってましたけどもう僕がギターやるし佐藤君にバイオリンを頼むから鈴木さんもやってよ昔習ってたんだったら練習すれば思い出すようん本当に下手なんですよ大丈夫曲は簡単なのにするからじゃあ練習日が決まったら知らせるよはい 女の学生は国際交流会で何をしますか 2> 2番洋服の会社で女の人と男の人が話しています。女の人は どこを書き直しますか課長新しいコートのアイディア書いてみたので見ていただけませんかうんボタンは小さくしたんだねはい流行を意識しましたそうこのポケットの形いいねだけど袖のところちょっと寂しいなここもうちょっと工夫してみて分かりました襟はは大きめだね、はい つけたり外したりできるようにしましたそうじゃあ書き直したらまた見せてねはい女の人はどこを書き直しますか 3番講演会の会場で女の人と男の人が話しています男の人はまず何をしなければなりませんか本田さん午後の山本先生の講演会だけど資料のコピーはできていますかはい準備してありますその資料受付で配る予定だだったんだけど 参加者の机の上に置いておくことになったから忙しくなる前にやっておいてもらえますかわかりましたあの今日の講演はビデオで撮るんですよねうんビデオは会場に運んであるから先生がいらっしゃったらどこから撮ればいいかお聞きして1時間くらいしたらいらっしゃるからあビデオの位置ですねわかりました 男の人はまず何大学でダンス部の男の学生と女の学生が話しています。女の学生は 何をしなければなりませんか森さん加藤君が今月でダンス部を辞めるって聞いたうんお家の事情なんだってね今月末の練習日が加藤君が来るの最後になるからみんなで一緒に踊りたいね悪いけど部員のみんなにメールで連絡を回してくれる必ず来てってわかった 何を踊るか決めなくちゃね。うん。夏の大会で優勝した時のダンスにしようあやっぱり最初のメールは部長の僕から出した方がいいよね来られるかどうか返事は森さんに送ってもらうようにするから人数の確認をお願い分かった終わった後でみんなで何かしたいねうんお茶とかお菓子買っておこうか何をするかは 人数が分かってから決めよう。女の学生は何をしなければなりませんか ?5 番女の人が。 駅に電話しています。女の人はどうしますかはい、山川駅です。すみません。今日、山川駅を出た後、定期券がないことに気づいたんです。駅の近くの交番に行ってみたんですが、なくて。あ、青木ひ子と申します。定期券ですね。ちょっと待ってください。ああ、届いてますよ。 よかったないと困るので明日の朝伺います今日中でしたらこの山川駅の窓口でお預かりしているんですが次の日からは全部南駅の忘れ物センターに移すことになっていますので明日以降は南駅に取りに行ってくださいえっ明日山川駅に行くので置いておいていただけませんか申し訳ありません翌日以降 忘れ物はすべて南駅で受け取っていただくことになってるんですよそうですか今日はどうしても行けないので仕方ないですねわかりました女の人はどうしますか 6番カルチャーセンターの話し方教室で先生が話しています参加者は今日隣の人のスピーチを聞いて何をしますか今日は先週に続きスピーチの練習をします先週は話したいことを書いて言葉の使い方も直しましたね今日は隣の人と二人で練習をします お互いに準備した内容を話しましょう。相手の話を聞いて内容について何か必ず質問してください。質問を考えることが自分のスピーチを良くするヒントにもなりますよ。立ち方など姿勢については来週やります。話す速さはうちで時計を見ながらチェックしてくださいね。 参加者は今日、隣の人のスピーチを聞いて、何をしますか。問題二。問題二では、まず質問を聞いてください。 その後、問題用紙を見てください読む時間がありますそれから話を聞いて問題用紙の1から4の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは始めます 番大学で女の学生と男の学生が話しています男の学生はどうしてアルバイトを辞めると言っていますか 何のの雑誌読んでるのアルバイト情報の雑誌バイト探してるんだ今働いているパン屋やめようと思ってえどうしてパンを作るのが好きだから始めたって言ってたよねうん実は来年留学することを考えててね好きなことなら多少給料が安くてもいいと思ってパン屋のバイト始めたんだけど留学するためにはお金が必要だから もう少し時給が高いといいとなって思ってて。思そうなんだ家から結構遠いし朝も早いバイトだから大変だしねそこはあまり気にならなかったんだけど留学のことを考えるとね男の学生はどうしてアルバイトをやめると言っていますか 2>, 2番電話で女の人と受付の人が話しています。女の人は何曜日の何時からのレッスンを受けることにしましたか すみません。今日の朝10時にギターのレッスンを予約していた山田です。急ですみませんが、今日は都合が悪くなってしまったので、別の日に変えてもらえませんか？山田様ですね。では、先生に伝えておきます。はい、お願いします。次のレッスンはどうなさいますか？平日の午前10時から午後7時までの間で。 ご都合のいい時間に予約していただけますが。そうですね。じゃあ、木曜日の4時からでお願いできますかすみません。その時間は予約がいっぱいで空いておりません。翌日の同じ時間だったら空いていますが。えっと、あ、金曜日ですね。大丈夫です。それでお願いします。承知しました。それではお待ちしております。 女の人は何曜日の何時からのレッスンを受けることにしましたか3番大学で男の留学生と女の学生が話しています。 男の留学生はどうして国に帰ると言っていますか森さん 僕明日から国に帰るから来週のこの授業出られないんだ戻ってきたら授業のノート見せてもらってもいいいいけどどうしたのご両親に会いに行くのいやこないだ会いに来てくれたばかりだから実は僕国で大学院に進みたいんだけど来週その試験があるんだそれでせっかくだから 来月結婚する友人にも会いたいんだけどその時間はないかもしれないなそうなんだ試験うまくいくといいねあっ前に日本で会ったお姉さんは元気うんつい最近子供が生まれたよ今回会えたらいいなそうだね男の留学生はどうして 国に帰ると言っていますか四番会社で男の人と女の人が話しています女の人は健康のために 最近何を始めましたか。最近元気そうだね。あ,あ。 調子いいよ。健康のことを考えて何か運動でもしてるのうん。3ヶ月ぐらい前から毎朝30分自転車に乗ることにしたんだ。スポーツクラブに通ってた時期もあったんだけど、やっぱりお金がかかるからね。出勤前だよね。朝忙しくない朝早く起きるのはちょっと大変だけど、運動してるおかげで、 最近は夜早く寝られるようになったよ朝ごはんもきちんと食べられるようになったしそういいことばっかりだね僕も何か始めよう女の人は健康のために最近何を始めましたか 5番会社で女の人と男の人が話しています。男の人は緑電機の新しいパソコンのどんなところがいいと言っていますか 吉田さんパソコンのことを詳しいですよね今使ってる私のパソコン最近調子が悪いから買い替えようと思ってるんです旅行とかでパソコン持って移動することが多いから持ち運びするのに便利なのがいいんですけど色とか値段とか他に何か希望はありますか特にはそうですね緑電 新しいパソコンはどうですかそんなに安くはないんですけど丈夫で壊れにくいんです今私も使ってますよそうですか値段は少しぐらい高くても仕方ないって思ってます色の種類も多いですがそれはそんなに重要なことじゃないですね特に軽いってことはありませんけど外出先でよく使うんなら丈夫な方がいいと思いますよ 確かにそうですねありがとうございます男の人は緑電気の新しいパソコンのどんなところがいいと言っていますか 6番会社で男の社員が新入社員に話しています男の社員は若い頃どんな失敗をしたと言っていますか 会社ではお客様から伝言を預かる機会がよくありますが、最初は結構失敗します。私も新入社員の頃、電話でお客様から課長への伝言を頼まれたことがあります。敬語の使い方に気をつけながら、名前や伝言の内容などきちんと伺ったのですが、書くのに時間がかかり、お客様を怒らせてしまいました。後で、 もちろん丁寧なことも大切だが速さにも十分に注意するように」と課長から言われました男の社員は若い頃どんな失敗をしたと言っていますか ここでちょっと休みましょう。 では、また続けます問題3問題3では問題用紙に何も印刷されていませんこの問題は全体としてどんな内容かを聞く問題です話の前に 質問はありません。まず話を聞いてください。それから質問と選択肢を聞いて1から4の中から最も良いものを1つ選んでください。では始めます。 番卓球の試合の後で女の人と男の選手が話していますお疲れ様勝ってよかったねすごく落ち着いてるように見えたよいやー全然そんなことないよドキドキしてたそうだったんだわからなかったよ練習頑張ってきたけど練習と試合は違うからね 何度も優勝してる選手が相手だったから点数に差が出た時はもうダメだと思ったけどみんなの声が聞こえて絶対負けられないと思ったんだそうしたら力が出てきてそっか本当によかったね男の選手は試合についてどう言っていますか 練習と同じように落ち着いてできた。2>, 2。練習不足で失敗が多かった。3。相手が弱く簡単に勝てた。4。緊張したが応援で頑張れた。 2番 2> ラジオでアナウンサーが話しています猫が好きだけど何か理由があってペットとして飼うことができないという方緑駅前のミケというお店ではコーヒーや紅茶を飲みながらさまざまな猫をすぐそばで見ることができますよ注意を守れば自由に触ったり一緒に遊ぶこともできます いいろろな種類の餌もあって餌をやることも可能です人に慣れている猫ばかりですので安心ですよ新しい猫が入った時には名前を募集することもあるそうです自分が名前を付けた猫がいると会いに行きたくなりますよねアナウンサーは何について話していますか 1, 1. 猫をペットにするときの注意。2. 2猫と一緒に過ごせる店。3. 猫の好きな餌の種類。4. 猫の名前の募集。 3番テレビでアナウンサーがある祭りについて話しています来月8日から桜町で第5回桜音楽祭りが行われます3日間町の公園や店でクラシックやジャズなどが演奏されるこの祭り音楽を楽しむために毎年多くの人が集まります 桜町は小さい町ですが、祭りでこの町を知る人も増えました。今では、祭り以外の時期にも観光に来る人が増えています。毎年、町の若者が中心になってこの祭りを行っていて、若者が自分たちの町について知る機会にもなっています。 アナウンサーは、この祭りの何について話していますか ?1、1> 祭りの歴史 2>, 2、祭りを始めた理由3、祭りによる効果4、祭りに対する街の人の意見 問題,4問題4では絵を見ながら質問を聞いてください矢印の人は何と言いますか1から3の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは始めます 1番パソコンが使えなくて後輩が困っています。後輩に何と言いますか ?1 使い方教えようか 2, ?2 これ教えてくれる ?3, 3使ってもいいよ。 2>, 2番アレルギーで卵が食べられませんケーキに卵が入っているかどうか知りたいです店の人に何と言いますか 1, ?1 卵を入れなくていいですか ?2, 2このケーキは卵を使っていますか ?3 卵を食べなきゃならないんですか 3番書類に部長のサインが欲しいです。部長に何と言いますか 1, ?1 サインをもらってきてくださいませんか ?2, 2こちらにサインをいただきたいんですが3どちらにサインをいたしましょうか 4番電車に乗ります出発しそうです友達に何と言いますか 1, 1ねえ急がないと 2, 2さっき出発したところだよ3もう行っちゃったね 問題5問題5では問題用紙に何も印刷されていませんまず文を聞いてくださいそれからその返事を聞いて1から3の中から最も良いものを1つ選んでくださいでは はじめます。1番田中先輩、レポート書いたんで、ちょっと見てほしいんですけど。1、見てもらえてよかったね。2>, 2、そんなに見たいの ?3、 僕でよければ。二番。ねえ、留学のパンフレットって、どこに行ったらもらえるか、知ってる。一。留学先は、どこでもいいと思うよ。二。 うちの学部の事務所にあるよ三。どこが人気があるか知らないの三番研究うまく進んでないんだって先生に相談した方がいいんじゃない 先生と相談してくれたんだねありがとう 2> 2そうだね相談してみる相談するのまだ早すぎるよね四番。 今度スピーチ大会に出るんだけど何について話したらいいかテーマなかなか決められなくて 1, 1自分でテーマ選んじゃいけないの ?2, 2何について話すかテーマもう決まってるんだね3テーマ決めるのって難しいよね 5番中村さん机の上ひどいねもう少し整理したらどう 1> 1もっときれいに片付けてねうん後で片付けるよあ片付けてくれたんだね 6番学校の食堂昼の時間はいつも混むから混まないうちに食べに行かない ?1 もう混んじゃってるの ?2, 2ええー、早く食べたいんだけど 3, 3じゃあ今から行こうか。 7番山下さんさっき見せていただいた資料一部コピーさせていただけませんかええ構いませんよ。2, 2あっコピーされたんですね。3私がコピーするんですか 8番今から郵便局に切って買いに行くけどついでになんかある ?1, 1はがき出してきてくれない 2, ?2 郵便局は確か駅前にあるよ ?3 ごめん僕は一緒に行けないよ。 9番昨日レストラン予約して行ったんだけど30分近くも待たされたよ。1次は予約してから行かなくちゃね。2ゆっくり食事できてよかったね。3それじゃあ予約した意味ないね。